キャンプ戻ってきたな。エリングには焼けとる。あっ、これね、サンマの壁焼きか。ほうじ茶割り。いや、おい、コーチのヨヨイさんと畑キャンプ編。今、花芽いエビをやってます。で、てるちゃんが今、即席の燻製器を燻製器作ったみたいです。燻製器です。あ、ここに火入れて、はい、コーチのヨヨイさんと昔住んでた水の中中川のラッペコインのお祭りに来てます。おい、こいのぼり終わった。なんか怪しいトラックが止まってんの。はい、宇和治さんです。はい、そこでね、畑があるよ、うちの、うん、畑、友達の手伝いだけどね、うん、で、そこで今日なんかイベントやろうってカレーパーティーしようって言って、ちょうどウォージさんが来るから、はい、七色けぼどさんの同居趣味暮らし、はい、春夏と、はい、秋は、秋は何？秋がないじゃん。はい、秋ない。すごいすごい。秋ない。はい、なんかお土産をなんか言ってましたよね。ちっちゃいやつ。あれ通販。通販なの？楽しみです。うん、これ通販だけ。通販だけなんだ。あ、そう、うん、ここであれ作るの結構でかいじゃん。そうですよね。これぐらいなので、うん、結構逆投げなので、うん、まとめて分ける、ね、通販でどれおいくら万円ぐらいで売ってるの？いや、送料込み1200円。持ち運び自由。もうちっちゃい、これぐらいのパックなので。あ、そうなの、ね、うん、今日忘れちゃったのに、ね、うん、今日なんか友達がカレー作るって言うんだけど忘れちゃって、どうしようかな。じゃあニンニク入りをちょっと大辛で、はい、よろしくお願いします。ネコガラスからいきますね。はい、はい、こちら目が最新です。脂肪燃焼効果ね。はい、ありがとうございます。ロメ効果にもよく効果です。こちらは神秘みかんの皮でございます。神秘、はい、昔から漢方薬に使われてます。お腹のね、調子もいいです。こちら青のりが入りまして、はい、その香りにもよくたっぷり、はい、こちらごまですね。はい、はい、抗酸化作用がセサミン、例えば腸活も視察されてるんですよね。腸活ですね。あ、じゃあ今日は胃腸にもいいものたくさんあります。はい、はい、これ山椒です。山椒、これね、山椒にやられてるんですよ。はい、山椒です。うん、なんかもうデトックスがすごいらしいね、山椒は。殺菌作用も強い。うん、そうそうそう。ヘンプシード、朝飲み。あ、シードの。植えても何も出てきませんので。あ、この前聞きましたよ。はい、ここにね、焙煎唐辛子。はい、こちらの唐辛子をごま油で焙煎したもの。はい、この全国でね、はい、使われているので。はい、あとこちらの方にね、ここからですね。お、あ、またおまたおまけしてくれちゃった。あ、てんこれね、こちらの方に。はい、もうね、ラブ注入しすぎて袋入んないんですよ。喜んだ顔が見たくてついついもう一さじ入れてしまった。そうですよね。商売的にはあまりよろしくないんですけど、ついついニンニクですね。ニンニク、はい、3つ目がいいですか。まあ、はい、はい、ちょっと明日もんだみにしないといけないぐらい、入れてきます。誰とチューする予定もないから大丈夫ですよ。はい、今日メッセージで笑っちゃいましたよ、なんかもう最初はこれ放送できるんですけどね。卒業してるので、仏の道をね、そう、仏の道進まないとダメですね、もうこの年になったらね。パンパンでしたよ、この前も。ですよ、大盤振る舞い。大盤、はいはい。なんか材料がなんかやけに出るの早いよ。大盤振る舞い。これ、あの、友達にプレゼントしようと思った。あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこれも名刺も入れておくので、はいはいはい。入った、うん、後であの、あの工場聞くだけでも面白いから行けっては言ってるんだけど、ありがとうございます、うん、何時までですか、ここ。3時半ですね。早いですね。ただ、まあ、周りがみんな帰っちゃったら寂しいので、あ、過ぎたらちょっと、そうですよね、黄色信号が点滅するかもしれない。そうですよね、はい、昔もっとね、あの、ここに気球とか飛ばしてさ、今日もね、飛んでた。いや、今日はないんですけど、うん、予定には入ってるみたいです。あ、そうなんですか。昔この辺にあのまだ幸せだった頃住んでて、はい、あ、うん、家族とね、はい、あの乗った覚えがありますよ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ700万円でございます。700万円、はい、少々お待ちください。ありがとうございます。ね、今木札を作ってもらっております。犬飼ってんすか。
飼ってたんです。もう死んじゃったんですよ。あ、そうなんですか。はいはい。その後、思い出。思い出の。はぁ、そうなんだ。肉球の。ほんとだ。肉球は手間がかかりますよね、これね。細工はね。へぇ。あーっと、これなんか良さげだわ、これ。おお、そうね、ねえ、そうっすよね、ねえ、いやすげえこれ、木、うん、今日も元気、昔の木がいいんですよね、うん。声裏が取れないけど若いのになんか昔の歌歌ってんな。あ、これあれだね、ちょっと世の中に迎合しちゃった感じのやつだね欲しいって言うからね。フリマですわ今日は。いらんもん売って、うん、みんなで循環したらいいんですわ。あ、このとこに大金が入った財布が落ちてる。これ誰だ、わしもや危なかった、もう危なかった。今拾うとこだったでしょ。本当に拾ったらどうしていました。そうですね、土と同じ色してたからよかった。拾ってもらったら全額七味唐辛子。あ、そうか、全額七味唐辛子。あ、そうか。いらっしゃいませ、七味唐辛子でございます。お好みの味で調整を。おう。わいさん、お店構えてるんですか。そうですね。普段はセコチンやってます。そうですよね、うん、これをセコチンのベッドの上にこの体広げて、ね、へぇ、へぇ、ちっちゃなソフトがこのちゃんコロッケみたいな、うん、1畳ぐらいの場所があるんで、うんうん、揚げ物なんですか。患者さんも持ってこないし、診療屋も仕事ないし。診療屋は興味ある。診療屋ないですよね。パチンコ屋も釣れまくってます。もうあるかないかっていうところも結構あります。そうですよね、うん、普段は専業の人は5人いればいいぐらい。診療屋さんは、へえ、結構いましたけど、自分の横でもいましたよ。香川県でも いました。うん、絶滅危惧種。そうですよね、うん、私も含めてワイさん、何担当したんですか。工場ですか、前で。あ、いろん、うん、太鼓ですか。で、三味線弾くお姉さんがいて、最初一応やってるのかな。やってるんですか。シートがこないだけで。あ、本当に、チームはあるんですか。あけぼのやだ。今度なんか面白いイベントをやるらしいよ。路地裏に来てた人がオールナイトで。差し置きのキャンプ場で。あ、なんか書いた。うん、9月の20秋分の日にやるって言った。うん、ちょっとスピリチュアル。酔っ払ってたぐらいで。うん。なんかね、スピリチュアルはもうすごい人が主催者で。うん、もし、ちょこっと話して、じゃあ僕も出るって言って、うん、好きなことやってって、コバティの好きなことやってって何やってもいいから、その場で好きなこと、自分が今一番やりたいことやってって、ありがとうございますって、うん、面白そうです。いらっしゃいませ、七味唐辛子でございます。お好みの味で調整いたします。七味唐辛子でございます。何、うん、お車ですか。飲めないですね、ゆっくり飲む。へへへ、全然目標は行ってないから。うん、最後に駆け込みにしたい人です。あ、ぶん商売って面白いですよね、なんかね。もう諦めて帰ったら、行ったのに。うん、うん、そうですよね。でも今度の日曜日もまた路地裏出すんで。路地裏行く、はい、あれ、この日曜何時だった。俺も行くかもしれないな。マグロ屋さん来る日か。僕、きくらげ屋さんと食堂っていう惣菜屋さんが友達なんで、二
二人で出すときいつだったかな、行こうかなと思って。ゴールデンウィーク最終日にかけて、あ、7日か、うん、じゃあ7日は違う、うん、俺も稼ぎ時だもん、雨、雨なんですよね、雨だから、マジで人がどれぐらいいるかな、僕、フードデリバリーやってる僕としてはもってこいの天気なんです、うん、まあみんなも、ありますよね、うん、お、ありがとうございます、お、素晴らしい、トカチタッピチやのすごい、ね、うん、ありがとうございます、自分でもこんなうまくかけない、ありがとうございます、シートガラシでございます、お好みの味で調合いたします、どうぞまた、はい、ありがとうございます、はい、どうぞ、いい、どうぞです、はい、ありがとうございます、どっち、あれさん、ちゅうさん、どっち、じゃあ尻尾見して、尻尾、どっち、僕ら畑耕す、猫が林立てたら、犬が別荘を描いた。